日本の皆さん元気でしょうか。もう日本恋しくなりましたね。寒いのが嫌です。神様どうにか夏をこの冬にお願いします。トゥールさんお疲れ様です。どうもです。トゥールさん、はい、日本サッカー界的にとても悲しいニュースが入ってきました、はいはい、中村俊輔選手の今季限りでの引退が発表されました。うわー、まあ少しは予想してたことだったんですけど、まあカズさんより俊さんの方が引退するとはなと思ったんですけど、本当悲しいですね。まあなかなか、出る機会も少なくなり、本調子の中村見ることももうこの近年ではほぼないぐらい、でまあクラブを転々してなかなかこう思うようなサッカー、思うようなパフォーマンスができない状態がちょっと長く続き、まあやっぱり予想はしてたんでそんなびっくりはしないんですけど、サッカーファンとしてはねすごくこう心がこう小さくなる、本当に悲しい気持ちになりますね。中村選手今年で44歳で引退されましたけれども、はいはい、そのあたり長いキャリアでしたか、そのあたりはいかがでしょうか。いやもうねずっと若い頃からずっと、まあ、僕もね、中村ファンとしてね、ずっと見てきたし、44か、まあよくここまでやってこれたのかなと。もう本当昔はね34、5ぐらいまでサッカーしてたらすごいなっていうふうに言われてたんですが、もうね、どんどんこうみんながそのサッカー人生がどんどん伸びていって、中村俊さんがもう44歳まで引っ張っていたと。でああいう左利きって結構怪我が多いと、本当にもうフリーキックを蹴る瞬間を見てもやっぱ膝がぐにゃっとするし、足首がどてつもね角度まで曲がっていくし、それまでずっと見てきてね、まあ怪我が多くなるスタイルなのに44までやってこれたっていうのがやっぱりすごい人だなとは思いましたね。闘莉王さんは常々俊輔選手を日本史上ナンバーワンに選んできました、はいはい、改めてその凄さというのを振り返っていただけますでしょうか。いやもうずっと日本のサッカーを見てきて、代表も見てきて、日本人たちのこうプレイヤーっていうのをずっと、まあいろんな選手がいた中でもいろんな選手と対戦して共に戦ったし、やっぱ一番すごいのがやっぱ俊さんだったなと。でもやっぱプレーを見てても俊さんは特別だったなと。分かってても取れないと、何をするかってバレててもボール取られないと、そういうところやっぱりあのフリーキック一瞬でゲームを決着させてくれると、そういうことを考えるとやっぱ俊さんが一番だなと。技術、クオリティ、サッカーに対するこの賢さ、ゲーム全体を上から見るそのアングルっていうものをやっぱ俊さんが一番すごかったのかなと思いますね。フィールド上の監督的な存在だったんですかね、はい、やっぱり常にゲームを読んだりね、常に何をするかっていうのを考えながら、何をしなきゃいけないか、最後にどこにボールをたどり着けばいいんだっていうことを常に考えてた、そういう俊さんが一緒に本当に一緒に戦っていくと、ああ戦いやすいんだなと。逆に敵にするとマークしないと自分のゲームにしてしまうと、本当にそれぐらいサッカーに関しては賢かったなと常に思ってますね、はい、日本代表でこう一緒に戦われましたけれども、はい、一番の思い出みたいなのってありますか。やっぱりベンチに座った時ですね、まあ、いろんなこういいことたくさんあったんですけど、やっぱり僕ら人間っていうものがいろいろ幸せなものがあってもなんか少し悲しいことがあるとそっちの方がこう残ったりするんでね、
だからあのワールドカップに俊さんが抜群なあのコンディションでいれば、あのパラグアイ戦俺ら突破できたんじゃないかって常に試合をしながら思ってましたし、だから優俊さんが必死にみんなをたたえて、やっぱ自分の 100% のコンディションじゃないにもかかわらず何かできるんだなっていう、ああいう姿勢を見るのすごくこう良かったっていうか、すごくこう感動させてくれたんだな。海外メディアでもですね、俊介選手の引退を報じていました、はい、例えばセルティックの専門メディア、ザ・セルティック・ウェイではですね、俊介、はいはい、中村の素晴らしいセルティックのキャリアと、なぜ40歳になってもトップレベルでサッカーを続けられたかという見出しでこう特集記事なんかも組まれてました。J リーグで闘莉さん戦ってたと思いますけれども、天才レフティのこう海外での活躍はどう映ってましたか？いや、まあ、セルティック時代が一番すごかったっていうのもありますし、まあ、もう少しスペインかなんかでね、あのイタリアかなんかでちょっと見たんですけど、もう俊さんはどこ行っても活躍してくれると、それぐらいの能力高い選手だっていうのはみんな分かってますし、やっぱり左利きであれだけの技術がある人なんて、しかも全体的なこう図を見れる人、全体的なこうサッカーこの広いピッチをねうまく使える人なんて、やっぱりなかなか止められないんだなと。ドリブラーとかいろいろいるんですけど、俊さんは逆だよね。俊さんは本当にいろいろこう生かす方なんでね、そういうところでやっぱ海外でもそれだけの評価があってもおかしくないんだなと思いますね。特にこうマンチェスターユナイテッドを撃破したチャンピオンズリーグの伝説的なフリーキックなんかも、日本人の我々はかなり興奮したかなと思いますけど、ね、いやいやもうまあどこかで言ったんですけど、やっぱ代表でも練習が終わってフリーキックの練習に取り組む選手たちがいるわけで、僕らがもうやもう帰っていいのに、俊さんの練習のフリーキックを居座ってずっと見たりする、それぐらい技術的なところがあったぐらいですからね。だから僕らも本当にもう練習でヘトヘトして疲れてもう帰っていいのに、いや俊さんのフリーキック見てみようと、奈良崎、川口の川島のやられてる顔を見るのも楽しみだったっていうのもあって、すごくこういい思い出ばっかりですね。本当にあのフリーキックって、まあ、また生まれてくるのかなって思うぐらいすごかったですね。中村俊輔選手に取材させてもらったことあるんですけど、かなりこう、はい、居残り練習であったりとか、記者がこう中途半端な質問するとちょっとやり直しみたいな、記者を育てるような、はい選手だったりするんですけど、やはりストイックだったんですかね。いやストイックですし、そういうなんか返事にも鋭さがあるし、あの考えてることがちょっと鋭いと、少しでもボケがつまらないと結構ね雷が落ちてくると、結構そういう厳しさ、本当にこう一個一個のことに対してすごく厳しいんだなと、だからこそここまでやってくれたと。やっぱそういう選手じゃないと途中から適当になってしまって、結局自分のパフォーマンスにこうなんか波がどんどん出てきて押しつぶれてしまうようなサッカー人生になるんですけど、やっぱそれぐらい鋭さ、賢さ、ストイックな気持ちがないと、俊さんのようなすごい選手にはなれないと思いますね。テューリーさん、ヨーロッパから俊輔選手が戻ってきたとき、はい、J リーグで対戦することも数々あったと思います、はい、思い出の試合だったり、はい、思い出のプレーっていうのがあれば。思い出の試合って横浜対名古屋かな、横浜対名古屋、奈良さんがすげえどてつもないチョンボしてくれたときに、それを見逃さなかった、中村さんです。あれはちょっと友達としてやっちゃいけないことだなと思いましたね。笛吹かれてない、奈良さんが笛吹かれたって自分で、勘違いして、で壁を作ろうとしたら片側により、俊さんがそのままポツンとこうボールをこう蹴ってしまった。あれ奈良さんが俺らのせいにしたんですけど、
実は奈良さんの悪いところだった、あれは奈良さんがちゃんと冬を待たなきゃいけなかったと。でも俊さんはこれで引退して、あれだけは本当に奈良さんに謝ってほしいなとは思う。あれで奈良さんどれだけ俺らにいじられたかと。本当にあれはやっちゃいけないことだったと。まあその鋭さ、賢さ、ストイックなところをそこまでやらなくていいんだろうなって思って、俺実際ね本当にセットした感じでね見たかったんですよ。ここぞっていうところでわあ楽しみだなって、もう壁に入るのも俺嫌だったんですよ。なぜかって言ったら俺横から見たかったんですよ、その勝負の瞬間って考えながら壁に行ってたら奈良さんがやられると、うわこれは情けねえと思いながら、これは俊さん俺多分叫んだと思う。俊さんそれはやっちゃいけねえよな、それは大人げないよなって多分俺言ったと思う。あれは一番俊さんちょっと嫌いになったところだった。いやあれ忘れられない。あとねやられた後の奈良さんの顔、何あの顔あれは良くないね、思って今でも覚えてる。ちなみにその時の中村選手の反応みたいなって、絶対あれちょっと半笑いだったと思う。あれはねえよな、あれ俺でもやらねえ、あれこんな性格悪い俺でも、あれ俊さんそういうところあっち行けないよ絶対、あれはダメ、俊さんらしくない、俺がやること。最後に中村俊輔選手へエールをお願いします。いやー俊さんにはもう一つだけですよ、本当にありがとう。サッカーっていうものはどれだけ素晴らしいものかっていうのは教えてくれた人だなと、本当に日本人の誇りだなと、本当ありがとう、それだけですよ。Si é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo、Esse alguém sou eu, vivendo sozinho por alguém que não vive mais do meu lado. Será? Oh,